バーチャル武蔵村山市です。バーチャル東京都。関東平野の西の、多摩湖の近くですね。奥じゃない方の。株式会社デイス。多摩湖は、なんか、山の上です。今回はこの近辺へ、廃線トンネルがあるらしいという、極めてざっくりとした情報をもとに訪れ、ざっくりしすぎて何も発見できず、すごすごと撤退した様子をお届けします。さて、どこまでも現代的街並みが続く、関東圏の都内にあって、なかなかの自然っぷり、ここを駆け上がれば、多摩湖と狭山湖が出現するようですが、今回は、右って言ってる、Google マップが、トンネルについて、歩行者自転車道と並走する、すれ違いの厳しそうな車道。これで対面通行みたいなので、対向車が来たらと思うと、穏やかではありませんが。それはそれとして、なかなか雰囲気の良い道です。近所にあったら、良い散歩コースですね。霧もいいし、時折見える、いい感じの乗り面もいいなぁ。ナビ曰く。ここ?そんなこと言われても。一応確認してみるけど。あう。何?どうも。そもそも、こちらの路線からアプローチする雰囲気では、ないような感じでした。完全に、わからんなったので、しっかり諦めて、多摩湖周辺の道路を見ながら、なんとなくドライブすることにしました。しばらく心細い道でしたが、ある程度まで登ると、民家やらホテルやらが、立ち並ぶようになり。きちんと中央線の敷かれた道路に、合流します。一安心ですね。で、その先に見えてくるのが、Google マップ曰く、村山上貯水池邸帯。村山上貯水池は、大正5年から昭和2年にかけて、東京の人口増加に対応した水源確保のため、この近隣に作られた、3つの貯水池の1つ、それを構成するダムが、この村山上貯水池邸帯。確かに、ところどころ古めかしい作りです。そしてめちゃめちゃ工事中。現役バリバリって感じで、微笑ましいですね。しかし、大した交通量だな。この、左の登場のあれなんか、いかにもかなり古そうです。嬉しいな。ああいうちょっとした橋の構造も、かなり凝っていて嬉しい。ハンガーロープが、トラス状に組まれた、吊り橋、みたいな感じかな。わからないけど、かっこいいな。湖畔の道を、ずんずん進んでいます。この風景からは、いまいち実感しづらいですが。左が多摩湖で、右が狭山湖です。自然って感じ。なんだか随分、山の中って雰囲気ですが。バリバリ都内なんですよね。なんでもあるなぁ、東京。特に商店が立ち並んでいたりするわけでもない、もさっとした道が続きます。都会暮らしが長いと、むしろこういうのが染みるかもしれない。どうなんですか?こういう道にも両側にきちんと歩道が完備されており、ちゃんと平日でも、自転車通行のそれなりにあるのが、人口パワーを感じさせますね。そういう感じで、先ほどの Google マップに案内された分岐が出現、一周してきましたね。廃線トンネルのことは、全くわからなかったけど、都会のオアシスって感じで、なんだか良かったな。でもまあ、オアシスすら、混み合っとるんだな、都会。
バーチャル e ゲーマーのワクワク道走り動画。次回も道。